新日曜美術館のアートシーンです。今日はまず日本の洋食器をアメリカに広めた則武の歴史をたどる展覧会からご紹介します。まばゆい金の飾りの中に華やかなバラの絵が描かれた洋風の壺、明治時代日本で作られたものです。当時このような日本製の洋風陶磁器がアメリカで飛ぶように売れました。日本洋食器産業の礎を築いた則武カンパニー、その100年を振り返る展覧会が横浜のそごう美術館で開かれています。明治から現在までの装飾品や食器などおよそ300点が展示されています。明治時代、則武の前身である森村組は海外での日本ブームに目をつけ、アメリカ向けに和風陶磁器の製造販売を始めました。ブームが去ると今度は洋風の装飾を取り入れます。日本風の松に西洋風のオウム、和風から洋風への転換期を象徴しています。展示されているデザイン画からは森村組のさらなる試みがうかがえます。森村組はニューヨークに図案部を開設、アメリカ人の好みに徹底的に応えるため現地在住の日本人画家たちがデザインを生み出しました。デザイン画は海を越えて日本の工場に送られました。工場の職人たちに正確に伝わるよう色や模様の細部が一つ一つ丁寧に描かれています。こうして作られた美しい陶磁器は工場が置かれた場所、名古屋則武の名で世界に広まるようになりました。やがて則武ブランドではアメリカ人が日々用いる食器、ディナーウェアの製造も手掛けます。ヨーロッパ製の食器のように純白にし薄く平たい皿に仕上げるのは容易なことではありませんでした。この製品の開発には20年もの歳月がかけられたといいます。植物を装飾的に配したアールヌーボーの花瓶、その後も則武は時代の流行をいち早く取り入れデザインの刷新を図っていきます。幾何学的な模様を大胆にあしらった1920年代の製品は則武アールデコと呼ばれ人々を魅了しました。則武デザイン100年の歴史は7月17日まで開かれています。その後ご覧の会場を巡回します。すごいですね、明治大正の日本人 ね西洋の食生活がいかなるものかまだ分かっていない、よく分かっていないその時代にその食器を作ってアメリカに売ってしまおうっていうんですから大胆ですよね。大胆ですよね。それ綺麗なものを作ってるんですもん。すごいです。その苦労も伺える展覧会です。ではこの他の展覧会ご案内します。東京品川にある原美術館ではヘンリー・ダーガーの作品を集めた展覧会が開かれています。可愛い少女と異形の生き物が混在する不思議な世界、天涯孤独だったダーガーが誰にも知られることなく書き残した作品です。
アメリカで皿洗いなどの仕事をしながら暮らしていたダーガーは1973年無名のまま亡くなりました。ところがアパートの大家がダーガーの部屋を整理しているとき、膨大な作品を発見。ダーガーの名が世に出るきっかけとなりました。ダーガーの作品の多くは密かに書き続けられた1万5000ページに及ぶ長編物語の挿絵です。はじめは絵を描く方法すら分からず、新聞や雑誌の切り抜きを用いたと言われています。やがて雑誌などのイラストを写真に撮って引き伸ばし、それをトレースする方法を見つけます。試行錯誤の末、独自の表現を作り出していきました。ダーガーの長編物語は7人の姉妹が主人公。子供を奴隷にし虐待する邪悪な大人たちから子供を解放するため、勇敢に戦いを続けます。ダーガーの物語を読破した人はまだ誰もいないと言います。彼の絵画も全てが解明されるまでにはまだ多くの時間が必要です。アウトサイダーアートの枠には収まりきれないヘンリー・ダーガーの作品を紹介するこの展覧会は7月16日まで開かれています。今年4月、東京湾を望む高台に横須賀美術館がオープンしました。アートの魅力と海に囲まれた自然、どちらも堪能してほしい。そんな発想から生まれた美術館は、1日に何度も入退場ができるようになっています。開館を記念する展覧会のテーマは、生きる。生きることのリアリティが希薄になっている現在、その意味を問い直そうとする9人の作家の作品が紹介されています。ファスナーでぐるぐる巻きにされたマネキンの恋人たち、窮屈でありながら外の世界と切り離され、二人きりの静かな空間に身を委ねています。木村太陽はそのナンセンスな表現の中で生きる意味を問いかけます。石田隆のうなさかの絵巻、平面に少し描いては撮影し、また描き足しては撮影するという行為を繰り返して作られました。延々と伸び続ける線には石田自身の生きた時間が刻まれています。放射線から身を守る防御服を着る人形たち、チェルノブイリ事故のあとゴーストタウンとなった町の遊園地をテーマにした作品です。廃墟に再び息を吹き込みたいという矢野部賢治の思いが込められています。この展覧会は7月16日まで開かれています。メルシャン軽井沢美術館ではアンドレ・ボーシャンとグランマ・モーゼスの展覧会が開かれています。アメリカフォークアートの画家グランマ・モーゼスは70代で本格的に絵筆を取りました。これは長年暮らした農家を描いた作品です。101歳で亡くなる年に描かれた作品。厳しい寒さの中、楓の木から流れ出すメープルシロップを採取して運び出す人々の姿が楽しげに捉えられています。こちらはフランスの画家アンドレ・ボーシャンの作品。ボーシャンは40歳を過ぎて絵筆を持ちました。婚約者を家族に初めて紹介する場面が温かい眼差しで描かれています。
年を重ねるごとに見出した喜びや楽しみを描き続けた2人の画家。その作品およそ70点を集めた展覧会は7月8日まで開かれています。岩手県立美術館ではドイツルートヴィッヒ美術館のピカソコレクションを紹介しています。ピカソの芸術に深い造詣を持ち、系統立てて収集されたコレクションは絵画、版画、彫刻など多岐にわたります。南フランスで夕暮れの散歩中に出会ったフクロウにピカソは魅了されました。この素焼きのフクロウは素朴でユーモラスなピカソの一面をうかがわせる作品です。アモールといわれる愛の神を膝に乗せた兵士、87歳、最晩年の作品とは思えない自由奔放なエネルギーに満ち溢れています。ピカソのさまざまな魅力を紹介するこの展覧会は7月16日まで。その後、ご覧の会場を巡回します。洋画家玉の内光雄の画業をたどる展覧会のお知らせです。これは19歳の時の作品。初期には戦後の世相を反映するような重苦しい色彩の風景画を多く描きました。1968年、39歳で渡仏してパリで作品を発表する頃から色調は明るくなり、緻密な構成と丹念な筆致の静物画を描くようになります。中でも枯れたひまわりは玉の内の絵に欠かせないモチーフとなります。理想の形のひまわりを得るため、自ら畑を借り栽培したほどでした。玉の内の没後10年を記念する展覧会は7月8日まで開かれています。兵庫県立美術館では近代の日本人画家の絶筆を集めた展覧会が開かれています。青木茂が死の前年描いたといわれる作品。生活に窮し肺病を患った青木はこのあと二度と絵筆を握ることはできませんでした。明治洋画界の重鎮黒田清輝の絶筆です。療養中に窓から眺めた満開の梅の木が人生最後の作品になりました。38歳の若さで亡くなった古賀春江の絶筆。入院直前に病に苦しみながら描きました。作品を二課展に出品した数日後この世を去ります。作家たちは最後に何を思い描いたのか。およそ100点を集めた展覧会は7月8日まで。その後ご覧の会場を巡回します。アートシーンでした。ではまた次回。北イタリアの町パルマ。レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロが活躍したルネサンスの時代、この町で新たな美の潮流が生まれました。教会や宮殿の装飾に腕を振るった画家たち、空間を絵画で演出したその大胆で優美な世界をご紹介します。アート鑑賞マニュアル美の壺、22日のテーマは土壁です。豊かな表情を生み出す小手の技、自然の色を生かした土、人々の暮らしと深く結びついてきた土壁の美をご紹介します。放送は教育テレビ22日金曜夜10時です。